我々盛岡からお邪魔してるんですけれども、盛岡にはサンサドル振興協議会というのがございまして、18団体ございます。その中で大宮本宮地区盛岡市大宮であるんですけど、その名前を取りまして大宮サンサドリで、皆様ご存知のように原慶さんの生まれた土地でもございます。で、我々も盛岡市そして県のですね、無形文化財を23年に受賞している、団体でございます。それで今日はですね、思う存分ここ大宮地区の華々しい踊りを3曲続けて踊っていただきたいと思います。この様子を見ないと私もよく分かりませんので、見ながら言わせていただきますけども、テンポの速いところで大宮甚句をご披露させていただきます。ありがとうございます。